うまいラーメンは早く出てくる。ああこれこれ、やっぱりここは早くてうまいのが本当にいいよな。それにこの薄切りのチャーシューもうまい。レシオタイム。俺の名前は田ズラ俊夫。何事も早めに、そして的確に終わらせる男だ。よし、今日も定時上がり。仕事の書類も明日の分までちゃんとやったし、各種連絡も OK。 じゃあお疲れ様。田ズラさん、また今日も定時上がりか。まあ、あの人仕事やるスピードだけは早いから。まあ、仕事のスピードだけは早いよね。俺の座右の銘は速さの田ズラ。書類の処理スピードも部署内では1位2位を争うほどだ。なので普通の飲食店はあまり相性が良くない。おい。はい、何でしょうか。頼んだメニューがまだ来ないぞ。もう5分も経ってるのに。あ、すみません、もう少々お待ちください。ファミレスに入ればこんなのは日常茶飯事。本当に嫌になっちまうぜ。そんなある日、俺はとあるラーメン屋に出会う。なんだ、地下街に続々と人が入っていく。これは一体。俺は気になって地下に降りてみると、なんとそこに行列のできるラーメン屋を発見。こんなところにラーメン屋。でもずいぶん並んでるし、かなり時間かかるかな。やっぱりやめておくか。でも腹減ってるし、なんか気になるし、並んで列が動かないようだったら諦めればいいか。そう思っていた俺だったが、5分後。はい、お待ち。もう出てきたよ。そこはチャーシューがたくさん乗った中華そばだけを扱う店だった。しかも立ち食い形式だからか、客の回転率も異常にいい。うまい。濃い醤油味と細い麺が醸し出す濃厚な味わい。それにこの薄切りのチャーシューの食感が麺とよく合わさって、うまいし、スルスル食えちまう。とにかくそのラーメン屋の味は天国そのものだった。そしてラーメンなので早めに完食しないといけない。しかも750円と、価格もこのご時世でこの値段なのがまたいい。しかもご飯は無料だ。ごちそうさま。また来てください。俺はラーメンを5分で完食し、その場を後に。それからは毎日のようにこの回転率の速いラーメン屋に通っている。でも世の中の回転率はこのラーメン屋のように速くはない。であるから、でして、であるから。さっきから何度も同じことばっかり話してないか、この上司。これだから話の長いやつは嫌なんだよ。ああ、イライラする。そしてそのイライラは帰り道にも影響を与える。俺はイライラしながら自転車に乗って道を逆走。ああもう、帰宅時間がいつもより15分も遅くなっちゃったじゃないかよ。あのクソ上司のせいだ。後で人事に無駄に話が長いってチクってやる。そんでもって降格にしてやる。クソ。信号が赤になりそうだ。渡っちまえ。おい、ちょっと何渡ってるんだよ。うるせえ。この信号が赤に変わるのが早すぎなんだよ。青信号は赤に変わるのが早すぎだし、道路を通る車のドライバーはうるさいし、本当に嫌な目にあったぜ。でも俺には回転率の速いあのラーメンがある。ああ、ストレスフリーで食べられて本当に幸せだな。道路の自転車もこのくらいストレスフリーになれればいいのに。3分も待たずに食べられるこのラーメン屋を世の中は見習うべきだ。俺の職場ももっと速さをスピードを重視するべきだと思う。そして翌日も俺は遅い奴らに翻弄される。くそー、自転車の渋滞でなかなか前に進めない。トロトロ走ってるなよ、このママチャリども。本当にイライラする。そして職場でも、あのね、田ズラ君、早いのはいいけど見直しもちゃんとしたね。この書類誤字脱字すごいよ。本当に君、何年うちの社員やってるの。すみません。そんな誤字ぐらいみんな気にしないだろう。なんで俺だけぐちぐちと言われないといけないんだよ。くそー。
俺は仕事も早く遅刻もしない。迅速な電話対応も取引先からは評判がいい。なのになんでこんな扱いを受けるんだか。すみません先輩、チェックお願いします。もう定時になるじゃないか。すみません、他にダブルチェックをお願いできる人がいなくて。仕方ないな。取引先の予算の見積もりね。こんなんパソコンがちゃんと計算してくれるんだし大丈夫だろう。これで平気だ。ほら。え、大丈夫なんですか。俺はもう帰りたいし、さっと目は通しておいたから平気だよ。は、はあ。まあちゃんと見てないけど平気だろう。スピードが何よりも大事だからな。だがこれが後に大変な騒ぎにつながるのだった。先輩、やっぱりこの前の見積もりの書類間違ってました。取引先も怒ってますし、どうしたらいいでしょうか。はあ、そんなの知るかよ。お前がきちんと確認しないのが悪いんだろう。でもダブルチェックをしたのは先輩ですよ。知らないよ。なんで俺のせいになるんだよ。ちょっと田空くん、いいかい。はい、何ですか。君がきちんとチェックをしていれば取引先にご迷惑をかけることもなかった。それは分かっているね。いえ、俺は悪くありません。スピードを重視したまでで、悪いのはちゃんと確認をしなかった後輩の方ですよ。君はスピード重視というが、とにかくケアレスミスが多すぎる。今回のことで君の評価を改めなければならなくなったよ。そんな。移動の時にそれがよくわかるだろうね。覚悟しておきたまえ。なんで、なんで俺のせいになるんですか。ちょっと部長。だったら書類の誤字脱字ぐらい注意されないようにちゃんと確認ぐらいしろ。これにより俺の評価はガタ落ち。人事異動で俺は他の部署への移動が決まったのだ。なんで俺だけこんなことに。給料もガクッと下がったし、本当についてないな。俺が行くのは地方の支店の部署。もう自分はダメだなと俺は思った。そして移動先の部署に配属された当日。本社からやってきた田空くんだ。よろしく頼むよ。よろしくお願いします。わー、新しい人が来てくれて助かるわ。あれ、なんか歓迎されてる。意外にも人手不足な部署で、俺は即戦力として歓迎されることに。でもなんかのんびりしてて俺には合わなさそうだな。働いてその違和感が現実のものになる。あの、この書類の書き方ですが。ああ、わかってるんで大丈夫です。でも本社とはやり方が違いますから、また一から教えますね。そんなの自分で試行錯誤して何とかするのに。なんというかのんびりしていて俺にこの職場は合わないと思った。さらには。田鶴さん、もうすぐ定時ですよ。すみません、ちょっとまだこっちの書類の書き方に慣れなくて。ああ、じゃあ私もお手伝いします。え、いいんですか。はい、そうすれば残業代も出ますし、田鶴さんも早く帰れますから。驚いたな。前の職場じゃこんなことめったになかったのに。人手不足の部署ゆえか、仕事を手伝ってくれる人が多くいた。また別の日には。いや、田鶴くんはラーメンが好きだと聞いてね。歓迎会はここにしようってみんなで話し合ってたんだ。ありがとうございます。なんと歓迎会まで開いてくれて、俺の好きなラーメンをご馳走してくれることに。おごってもらえるなんて何年ぶりだよ。なんか嬉しいな。俺は助け合う新しい職場のやり方にだんだんと感化されていったのだ。その結果、吉本さん手伝いますよ。ありがとうございます。じゃあ手が空いたら部長の仕事も手伝いましょう。はい、俺はスピード重視の仕事ではなく、チームワークを重んじる仕事をするように。すると不思議なことに、あれだけひどかった誤字脱字や書類のミスもなくなっていった。今まで急ぐことが何より重要だと思ってたけど違うよな。こうやって周りの人のペースに合わせて仕事をすることも大切なんだ。そう思うようになってから、俺の社内の評価もだんだんと上がっていくことに。そして数年後には。え、閉店ですか。ということは本社に戻れる。ああ、おめでとう。
今までよく頑張ってくれたね。田面さんのおかげでうちの部署も随分と助かりました。いや、それはこちらのセリフです。ここの皆さんのおかげで俺がどれだけ成長できたか。なんと俺は社内の評価が良くなったことで本社に戻れることに。でも愛着のある今の職場を離れるのはとても辛かった。そしてお別れはもちろんラーメン屋。ここに来るのももう今日で最後か。名残惜しいですね。俺はみんなとよく行った行きつけのラーメン屋で送別会を開いてもらった。そして現在、どうぞ。おお、相変わらずうまそう。俺は再び立ち食いラーメン屋に通う日々を送っている。普通のラーメン屋もいいが、やっぱりこのラーメン屋は最高だ。回転率も早くて味も最高。それに店内も清潔だ。俺もこのラーメン屋みたく早くて丁寧な仕事ができるようにならないとな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。